貨物列車を牽引する ND61ND62 名古屋臨海鉄道 ND60K ディーゼル機関車は名古屋臨海鉄道が保有するディーゼル機関車である。名古屋高等部の工業地帯に貨物専用の鉄道路線を持つ名古屋臨海鉄道が自社線の運行に使用するために所有する。2008年に1号機が登場。 2012年4月時点では1号機と2号機の2両が在籍する。1号機は2008年3月6日に落成した。同年3月15日の JR ダイヤ改正でトヨタロングパスエクスプレスが増発されるのに対応するためである。続いて2010年5月27日には2号機が落成した。2両ともメーカーは日本車両製造である。導入の背景には 国鉄 DD13 型タイプで1965年の名古屋臨海鉄道開業時からの形式である ND552K ディーゼル機関車が、経年によりメンテナンス用部品の確保が困難になりつつあることも挙げられる。DD13 型タイプの在来車等汰を目的とする、車両という点で共通する、京葉臨海鉄道 k d 6 0系、鹿島臨海鉄道、 KRD64 型、神奈川臨海鉄道 DD60 型とは導入目的の他にもデザインに共通点が多い。車体中央部に運転室を配置するセンターキャブ機である。最大寸法は長さ 13,600mm、幅 2,860mm、高さ 3,849mm、地帳は60.0トン。 車体塗装は青を基本に2本の帯を巻く。帯の色は1本は白で、その下の帯は1号機が紅色、2号機がクリーム色となっている。1号機と2号機は帯色の他にも、キセル排気口に取り付けられている雨水よけの形状が異なる。560PS のエンジンを2機搭載。メンテナンス部品の確保が容易な、汎用型量産エンジンを用いている。 その他の機器類にもメンテナンスフリー化が図られた。台車は L600 バイト型である。ありがとうございます。